さて、はい、あれなんですが、ケミカルって怖えな。どうしたんですか、いきなり。いう話がありまして。ほう。で、何が怖いかっていうとですね、確実に痩せますね。最近飲んでらっしゃるんですよね。うん、あのね、お医者さんから処方されて。そうそうそう。俺ね、もうすぐ飲み始めて21日目かな。あ、結構経ってますね。2.5 キロ痩せました。はぁ何もしてないんですよ。はいはいはい。普通に飯食ってますよ。ほんで普通に飯食って起きて飯食って、そうそうそう、場合によっては完食も辞さないっていうはぁはぁはぁ。まあ、ねゴルフ場手伝いに行ったりとか。そうそうそう。ジムは行ってらっしゃると。うん、ジムはほとんど行ってない。あ、そうなんですね。もう忙しくて、はいはい、というよりもフラフラでゴルフ場がなるほど。あれなんだけど、はい、そう、まあ、食ってんだよ、ほんで、はい、で、年上のお友達もみんな、たーさん食うねーみたいなノリでバッコンバッコン食ってんのに、はい、2キロよ。はあ、2キロ余裕で痩せました。これでもし食事制限をし、はい、ジムに通ったら俺は何キロ痩せるんだろうっていう。確かに、うん、ね、それはでも楽しみですね。だから、しょっちゅう会ってる人は分かんないんだけど、はい、たまに会う人からするとなんかちょっと雰囲気が変わってるらしいですね。ああ、なるほどですね。それはあるかもしれない。でお腹は全然へこまないんですけど、まだ、はい、一番最後でいいじゃん。他のがガンガン落ち始めてまして、はい、なんか恐ろしいな、ケミカルって。でもあれですね、お医者さんに処方されるっていうのはもうよっぽどだったってことですね。そう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 。ほんでおかげさまでね、血圧も正常に戻りまして、あとは血糖値が普通に戻れば。そうですね。間食をやめられたいって言うんですか。うん、だからそれやる、それが治るとケミカル出してくれなくなっちゃうから。なるほど。もうずっともうすいませんって言っといて、僕薬で痩せようと思ってるからさそりゃそうだよね。その薬飲んだだけで1日 70g 以上の糖が体から排出されるっつうんだもん。はあ、すごいですね。 70g だよ。恐ろしい数ですよ。おう、そりゃ痩せるよね。で、それに調子こいてね、はい、いろいろ甘いもの飲んだりとか食ったりとかしますけどね。それがなければもうちょっと。そう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 。0.5 キロぐらいはあれだったね。だからもうすぐライブがあるんですけど、はい、結構雰囲気が違うんじゃないかなと。楽しみですね。皆さんからするとそんなに変わってないと思うかもしれないんですけど、はい、生で見ると結構それはね、やっぱりね、うん、変わるもんでしょう。ええー、だと思いますよ。テレビっていうかこういう画面ってちょっと膨張して見えるんでしょ。まあね、よく聞きますけど、あれですけど、はい、本当にさ、相撲が気になっちゃってね。相撲、今最近なんかありました。やっぱ稀勢の里とかね頑張ってくんねえかな、ね、いやもうさすがにもう休場でしょうね。多分怪我がなく治ってないって言うんだから、はい、あれいつでしたっけ、右腕かなんか怪我したの。それはだから前の場所でしょ。前の場所でした。それでもまだ治ってないらしいんですよ。でもう初日いきなり負けてるじゃないですか。確かに。もうさすがに休場すると思うんですよ。でもそのまままた優勝しちゃったりなんかしたらもうスーパースターでしょうね。前のあれすごかったですねそう、だって怪我して片腕でぶん投げた、ぶん投げた、2回勝ったんだから。それですごいですよね。で今回ももう怪我でとか言ってて、その悲劇の横綱、はい、これでもしかして優勝したら、ね、なんかそのまま優勝なんかしちゃったりなんかしたら、ね、3場所連続になるんですよ。はははは。うん、なるほど。日本人の横綱で3場所連続っていうのはもう貴乃花以来じゃないですか。快挙ですよね。確かに。それも怪我を負って、ハンディを背負いつつ白鵬を倒すすごい。白鵬は倒せないだろう。まあ白鵬も大概強いですからね。大概どころじゃないよ、平成の大横綱ですよ白鵬って言ったら。歴史に残るもう横綱ですよ白鵬は、うん、ねえ、まあ張馬富士とかあそこら辺を勝つかもしれないけど、うん、ワンチャン白鵬は手負いじゃ勝てねえだろまあ白鵬を片手でぶん投げたら大したもんですから、ね、大したもんですよ、ね、それこそ本物ですよ、ね、でもね、相撲も結構プロレスチックだと思うんですよ。ここでもし万全の体勢で白鵬に
ね、ひねられちゃったら、はい、もう次楽しみないじゃないですか。そうですね。で今回は白鵬が優勝したとしても、稀勢の里がまたね万全な時にどうなるんだって言ったらまたみんな注目してくれるじゃないですか。楽しみでね、まだありますからね。うん、だから結構プロレスなんじゃないですか、今回出るっていうのは。確かにね。ね、いやでもそれは楽しみですね。確かに日本人での横綱っていうだけでもね、もうだいぶ久しぶりだね。じいちゃんばあちゃんテレビ食いつけじゃないですか、うん、でもね、一級スポーツのね、はい、あのニュースなんか見ると、はい、本当ね、びっくりするようなことが起きたんです今日。ほう、あの松山君っているじゃないですか、ゴルフの、はいはいはい、で彼はもう日本のトーナメントから出ないですよ、はい、もうアメリカのね、トーナメント出てますよ、うん、なんとね、今彼、はい、世界ランキング3位ですからね。はあ、昨日ついに松山君3位になりました。もう快挙中の快挙です、これ。だって、え、青木さんとかあの辺でなったことないです。なったことない。10位以内もないです。そうですよね。それを3位誰も騒がねえって言ってそんなもんなんですね。おかしいだろって言って、あの、世が世なら次の次にはタイガー・ウッズがいるってことですからね。そうですよね。考えてみればね、わかりやすく言うとね、みんなが他のジェイソン・デイとか皆さん知らないでしょ。でもタイガーウッズの名前を知ってるでしょ、さすがに、ね、次の次にタイガーがいるっていうぐらいの位置にいるんですよ。なるほどね。うん、ねえ、昔のタイガーウッズって言ったらもう異次元の世界の人ですよ。そうですね。あの、こう、もう人間じゃねえみたいなね。だって考えられないですよ。だってね、マルちゃんやらね、うん、ジャンボさんやらね、はいはいはい、の次の次にタイガーウッズがいるってありえないことですよ。ありえない、ありえない、ありえない。もう遥か向こうですよ。ねえ、遥か向こうですよ。うん、ね、でもう1月から今の時期4 5ヶ月でもう4億稼いでますからね、賞金で。3位ですよ、全く報道しないの。そんなもんなんですかね。どういうことって言って、ね、もうでもゴルフ好きの界隈では騒いでるんでしょ。いや、なんかの、あの、間違いかなって思っちゃったね。みんな、みんな、そんなことありえないだろ、日本人が。日本人がそんなありえねえよ。で、多分ですが、はい、本当にメジャー取るかもしれないですよ。ほう、メジャー、ゴルフのメジャーというのはまずマスターズ、ね、はい、皆さんも聞いたことあると思いますけど、あと全米オープン、全米オープン、全英オープン、はい、全米プロ選手権っていうのがあって、はい、これが 4, あの4大メジャーなんですね、はい、うん、それの1個でも取ったら、うん、快挙ですよ。それは快挙ですよ。だって日本人今まで誰も取ってないでしょ。今まで一番近かったのが青木功さん。ははタイガーの前のもうスーパースタージャック・ニクラスと死闘を続けたという、はい、3日間ずっとドンパチやったという。うん、これは有名な話です、ね、それは有名な話です、うん、うん、ほんでね、あの、基本的に青木功さんは向こうの海外の人にみんなにも、あの、尊敬されてるんですよ、はい、功って言って、うん、基本的に面白外人ですからね。あ、そ、そんなやってた。日本で英語喋んないし、まあ、外国喋んないから、うん、あ、ワトさんもよーとか言って、何元気とか言って、でもね、彼が言ってました、うん、不思議と通じるんだよねって言って雰囲気で何となく分かった、ね、そう、誰にでもそれで声かけるんだって、日本語で。なるほどね。で、通訳の人とか、うん、あそこら辺の人が、うん、不思議だって言うんだって、成立してんだって。会話が、そう、ほんでもう誰とでも仲良くなっちゃって、グレッグ・ノーマン、ホワイト・シャークって言われてるね、はい、一時強い人がいたんですけど、実はちょっとみんなの嫌われ者なんですよ。あ、そうだった。ちょっとだけね、空気読めない人、もしかすると その、まあ、そういう病気なんじゃないかって言われてて、ね、ちょっとみんな苦手なところがある、意思疎通がいかせない。そう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 、ほんでちょっと苦手だなっていう人が多いんだけど、はい、青木さん大親友です。よーローマン。ほんでローマンも結構孤立してんだって。でも青木さんが来るともうすごいニコニコして、はい、ホッとするんだってさ。やばいよね。青木さん、まあ、青木さんも青木さんで結構大概です。大概大概。あのね、もともとあの人ね、裏ゴルファーだからね。賭けゴルフの人だから。
青木功ってアンダーグラウンドの世界から、ね、そう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 日の目を浴びたそうそう今でこそねジュニアの育成とか言ってさ、飛ばしはあれですとか言うさ坂田さんとさあのおっちゃんらとか頑張ってますけど青木さんはキャディっていうかあの俺が今やってるような仕事から始まった人なんですよ。あなるほど、うん、あの要はポーターみたいなことをやったり、はい、あのコースメンテやってるとこから、はい、あの要はそこから終わった後に練習させてもらってプロになって、なるほどね。ほんでどういうプロなんてかっていうと、はい、バンカーが入るじゃないですか、はい、おっちゃんら出ないじゃないですか、はい、おじさんおじさんって言って、うん、500円くれたら出してあげるよって言ってほうほうほう何も出せるよっていや出すだけじゃダメ入れりゃいいんだろって言って、うん、入れられたら1000円くれよって言って、はい、入れられなかったら1000円あげるからって言って、うん、おじゃあやらすじゃんバックンバックン入れたんだってなるほどね。ほんで、そういうので、なんか変なやつがいるっていうので、はい、あの、青木さんはそのままプロになったんですよ。なるほどね。うん。結構、あれなんでしたっけ？プレイスタイルも、割とダーティーな感じ。ダーティー、いや、そうでもないんですよ。あ、そうなんですか。あのね、個性的なの。ほうほう。例えば、パッドなんて、はい、俺なんかこう、スコーンってよく言うじゃん、パッチンやるなって言って。素直な感じ、ね。うん、その体で、青木さんは、パチーンってやるんですよ。ほうほう。要は、叩くんですよ。はい。ほんで、みんな世界中の人があんなの入るかよって言ったら、ガンガン入ったんですよ。ほんで、全英オープン、そのプロの時に、ニクラスとやった時、あれで、あのそんな変な打ち方でガンガン入るから、ニクラスさんが何て言ったかっていうと、もしかすると、僕たちはもう一度、パターとは何ぞやというのを、研究しなければいけないかもしれないっていうぐらい。あの帝王が。あの帝王が、青木功に苦しめられたんですよ。学校学校入るんですよ。なんでこれで入るんだよっていうのが。それでニクラスさんが、帝王が言うには、僕たちは間違ってたかもしれない。はい、っていうので、バカにしてました。なるほどね、すごいんだよ。あのね、本当にね。あの、青木功伝説。はい、うん。結構ね、本当にフランクな人らしいんですよ。ほうほんだから、あの、ゴルフ場でね、はい、その、一番バンカーショットが一番得意なんだって、青木さん。ああ、なるほどね。うん。すんごい上手いんだって、やっぱり、はい、プロが見ても。ほら、素人がね、練習してんだって、バンカーショットの。下手くそーって言ってんだって。ほら、青木さんじゃん、はい。青木さん、あの、どうすれば打てますか？そんなもんな、パーンってやるんだよ、パーンと。えって言って、パーンってやらいんだよ、パーンってその辺の、あの、後ろ突っかいてる時のおっちゃんの言い、セリフじゃないですか。早くしろよガシャーって言って、バシャーンってやらいんだよって言って。それがうまくいくんだって。はぁ。なるほど。バシャンって言って、ギャンっていけばいいんだって言って。要するにエクスプロージョンショットってこと。そうそうそう。それを彼は、パーンって言って、ジャーンってやらいんだよって言って。絶対わけわかんないって。青木功伝説その意気込みはよし動画でいっぱいあるから面白いシーンがほう、うん、エイジシュートっていうのがあるんですね、はい、年齢より下、うん、だから青木さんだったら70今75だったとするじゃない、はい、73とかで上がると、はい、エイジシュートって言ってみんなに、はい、すげえって言われるわけですよ、はい、でそれねシニアのメジャーでエイジシュートで優勝したんですよはあほんで、あのインタビューで青木さん、エイジシュートで優勝ってできると思いましたか、うん、って言ったら、はい、やったじゃねえかバカ野郎と思ったら今やったじゃねえかよ思いましたかも何もねえよってもう面白いんだよ本当に見てたらあのもっと面白いのがあったのがねなんかね芸能人対青木さん、はい、芸能人は何回も打ってもいいんですよ青木さんは一発しかねえんですよなるほどで、あの、たけしさんとかでやったのかな、はい。で、誰かがね、ギリギリまでつけたらしい。ほうほうもうほとんど入ったっていう感じ、はい、ほな、青木さんが、やるじゃない、次、はい。失敗したんですよ。はい、でも、その失敗どうなったかっていうと、穴に直接入って弾いちゃった。はぁそれで負けたんだけど、はい、ほとんど勝ちだよね、それって。もう、はい、いか入ってんだ。そうそうそう。その時に、青木さんが、たけしさんとかに向かって、な、はい、めんなよ、この野郎って言ったっていう。本当に怒ってた。な、めんなよ、お前ら、この野郎って言って。いいおっちゃんですね。70のじじいが。青木功です。いいおっちゃんですね。でも、本当にね、あの、
マスターズとか全英オープンの時の解説面白いよね。そうですね、うん、あのバンデベルデの悲劇っていうシーンがあるんですよ、はい、それまでね18番ホールまで優勝5打差以上ある、はい、もうほぼ優勝、うん、ね、もうボギーでもダブルボギーでも勝ちなんだよって言って、はい、だからもうほとんどあれなんだけど、そのバンデベルデって選手だったんでね、はい、もうボッコボコになっちゃったんですよ。池入って、はい、どうのこうのって言ってね、ほんだらあの青木さんバンデベルデがね池入った時にもう打つしかないってなった時に、はい、靴下脱ぎ始めたんですよ、はい、で周りがみんなやれやれやれって大騒ぎするんだけど、うん、青木さんだけがバンデベルデやめろやっちゃダメやめろこれ出して入れてプレーオフだからプレーオフでいけバンデベルデやめろってこれ残ってますからちゃんと映像に。ああ面白いですよ。なるほどね、うん、で結局ねあのプレーオフになっちゃったんだけど、青木さんのね解説は面白いですよ。あのバンカーの人とは違うんですよね。何がバンカーの人？あの自分の首ぐらいまであるバンカーに入っちゃって。あれは中島常幸さん、トミーって言われて、トミーズバンカーって言って、あの全英オープンの時にね、はい、あの顔が出ないぐらいのバンカーに落ちちゃって10何打打ったというでそこは今でもトミーズバンカーって言ってまして、残ってます、セントアンドリュース、はいはい、うん、ね、本当に入ったら出ません。出ないでしょうな。それですから、ね。そう気持ちもね。だからね、面白い人はいっぱいいるよ本当に、うん。みんな独特ですよねやっぱり。あのね、もう一人すごい人がいて、はい、杉原さんっていう杉原プロというのがいて、この人が打ち方が本当にジジイ。ほうほう、なんでこんなんで飛ぶのとか、はい、なんでこんなのっていうんだけど、ジャンボなり中島常幸なり青木さんがあのタヌキジジイっていうぐらい強いんですよ。はどれぐらい強いかっていうと、どれぐらい強いかっていうと、はい、タイとかあそこら辺行った時に、はい、あのやっぱり賭けがあるわけですよ、うん、練習のこのスイング見たら誰も強いと思ってないわけですよ、はい、ほらかもだな。おらら、誰もかけないわけ、杉原さんに、はい、うん、知ってる日本人全員杉原さんにかけた圧勝。なるほどね。何もできなかったって、他のアジアの選手がはあ、うん、それぐらいすごい人なんだけど、はい、この人の番組も面白いです。もうお亡くなりになったんですけど、そうですね、息子さんもプロゴルファー、はい、うん、息子さんめっちゃお父さん怖がってるんですよ。いい歳なのに、はい、うん、で、あのバシーンって打つじゃない、うん、ね、アホですわやっぱりって言って、はい、息子に向かってアホですわやっぱり、あんなとこしか打てませんもん、アホですわって言ってアホですわって我が息子にほらもう息子さんも直立不動で、はい、すいませんって言って、うん、お前こんなんやからアホやねほんでお前ここどこ打つねって、はい、池越えようと思います。越えるかアホテレビですよやれるもんやったらやってみんやって言って息子さんやるじゃないですか、はい、池入っちゃうんですよやっぱり、はい、ジャバーン、はい、ほら見てみアホやからなって言ってでこういう時はこうやんねんって言ってやるとバコって決まるんだって、はい、それはすごい、ね、やっぱりすごいんですよ。そりゃそうですよ、ジャンボとかあそこら辺がね、尾崎さんとか全盛期の頃に、はい、みんなが一杯食わされてんだからぐぬぬぬってぐぬぬぬって言って確かに、ね、でも昔のゴルフの方がみんな面白かったって言いますね。あ、まあそうでしょうね。なんかあれですけども、なんていうか、なんかやっぱり一癖ある人が多かったですね。多かった、やっぱりね、柄が悪かったんですよ昔みんな確かにね。うん、大会だけじゃないですよね、クラブ投げてるから。そういう柄の悪さじゃないもん、はい、もろアンダーグラウンドの人たちだもん最近ですよゴルファーの地位が上がってるのって、まあもう紳士みたいな感じでね。そう、まあ、海外は海外で、まあ結構そんな感じですけど、海外はあれ、あのなんていうか紳士のスポーツとかなんとか言われてるんだけど、日本なんか紳士のスポーツじゃないですもん。で、ね、うん、もうジャンボさんとかも大体なんか見たらわかるじゃないですか、やからじゃないですか、やからじゃないですかねえ、マルちゃんとかもね、可愛い顔してますけど、見たらやからやからですからね。もっと言っちゃえば、中島さんだって結構、ベランメイですからね。まあ、一番なんか、紳士っていうか、インテリーっていうけど、
あの3人の中じゃ一番きついっていう噂もありますよ。そうなんですか、うん、あのシャレが怖いっていうか、やからですからね。だからもうりょうくんとかあの辺が出てきてからじゃないですか、日本は。どっちかっていう。ああ、かもしんないな。なんかそんな感じがしますよね。あ、やっぱりりょうくんじゃないですか、うん、で、奥様方がキャッキャ言い始めて、ね、それまではやっぱり ね、 うちの親父もよくね、尾崎さん、ジャンボ尾崎さんの真似してましたけど。本当に僕もね、クラブが来るまでヒヤヒヤしてましたけどね。何がですか。いや、もうジャンボ好きだから、ジャンボ仕様、ジェイズブランド、あれ来たの嫌だなとか思って。いや、ジェイズブランドは名機なんですよ、ヨシさん。そう、名機とは聞きますけど、うん、どれも最高傑作って言われてるんですよ。うん、とても打っても上がらないけどね。だから球、尾崎さんの仕様になってるわけですよ。そうでもね、アホな人たちがみんな買ったんですよ。はい、うん、だから俺らがゴルフ始めた時も、うん、やっぱタイガーが全盛期だったから、はい、ナイキを買うんですよ。そうですね、ナイキなんか買っちゃダメですよ。誰も知らずとね。ナイキなんか買っちゃダメ。ナイキのクラブだけはダメよ。でも僕がいただいたあのユーティリティはすごく、うん、だから一時ナイキって、はい、なんていうのかな、うん、いろいろ面白いことをやってて、はい、で名機って言われてるのはもちろんあるんですよ、はい、でもね、みんなそっぽ向いたんだよね、ゴルフは。ああ、なるほど。うん、だから服とかああいうファッションとか、はい、靴とかね、うん、あんなんはかっこいいっていうんでみんな買ったんだけど、クラブ買わなかったんだよね。うん、で俺みたいなみーちゃんはーちゃんは、はい、タイガーがやってるからって言って、うん、俺もナイキだから所属とか言って、はい、そういうもんね。そういうもんですよ、うん、ね。でももうナイキもゴルフクラブ作らないんで、だしですね、うん、本当残念ですよ、ね、僕はキャロウェイ使いですから。あ、僕もキャロウェイですからね。りょうくんと今度マキロイも、あ、マキロイはタイトリストだったかな、キャロウェイだったと思うんだけど、まあ、ヨックはまだキャロウェイ、あ、キャロウェイです。だから俺もキャロウェイ所属だから。なるほど。僕もキャロウェイ所属。あ、そうか。ちょっと年代は偏ってる。そうかそうか。いろいろあれだよね、提供してほしいよ ね。ボールとか。ね、そろそろこのキャップが、キャップをそろそろ提供してもらわないとね。キャロウェイさん、よろしくお願いします。うん、こちらまでお待ち。こちらまでお願いします。一応所属してるんで。道具をちょっと持ってきてもらわないと。そうですね、こっちもね、何宣伝していいか分かんないし、分かんないですけどね。一応あれですよ、ソウルスポーツさんもこうやってね支給していただいてますよ。ソウルスポーツさんもゴルフね、やればいいのにと思うんですよね。儲かんないから。でもナイキはやめたんでしょうね。まあそうかもしれないですけどね。確かにそう言われてみれば、言われてみればそうですよ。頑張っていきましょうよ。はい、次信号を左に行っていただいて、なぜ今日の場所は、その前に何か言うことがあるじゃないですか。あ、何ですか。あ、ガチシリーズ始まりました。さて今日の場所は、今日行く場所はですね、これ何線になるんだ、高崎線沿いの踏切。お化けの踏切とか日本中にあると思うんですよ、はい、今まで踏切って言ったら1個か2個ぐらいしか行ってないんじゃないの。だいたいそんな、でもしかも行くのはバトルとかね。あ、そんな感じですけど、踏切かよ。まあまあ結構曰くが面白い曰くでですね、あれなんですよ、
よくあの飛び込み自殺率があるって言われてた踏切なんですよ、うん、でその近所の人たちの中でも夜中は絶対近づくな、うん、踏切の真ん中で金縛りに遭うとっていうのがもうこの界隈の人はみんな知ってる、その近所に住んでる人はみんな知ってる踏切らしいですね。これ左ね、これ左ね。で、ある青年が、まあ、新聞配達してた青年が、朝方にね、朝方ってまだあれですよ、夜が明けきらない朝方ですよ、新聞配達してたんですよ、うん、そしたらその例の踏切に通りかかったらしいんですけど、うん、パッて見たら踏切の真ん中で 5,6 人の人が立ってるらしいんですよ。なんだろうと思ってよくよく見てみたら子供だったらしいんですけど、うん、子供が手をつないで円になって回ってたらしいんですね。ほう。で別に声を発することもなく静かに回ってたらしいんです、うん、で何してんだろうと思って近づいてたら、次左の道警笛が鳴り始めたんです、うん、カーン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 って、でもう電車が来る、危ないと思ってその子供たちのところに危ないよって行こうとしたら横からドーンってすごい衝撃来たらしいんですよ、うん、なんだと思ったらパッて見たらおじいさんがタックルしてる、何してんだっつって、ほう、飛び込みだから飛び込み自殺だと思われてるんですよ。ほうほう、違うんです、おじいさん子供がねって言ったら、うん、そんな子供どこにもいねえよ、お前 今そこ行くんかいうところに行く俺それね、うん、今話聞いてて、はい、まあ君が怖い話したりとかいろいろしますけど、はいはい、結構俺聞き流す派じゃないですか。そうですね、俺今それじっくり聞いたぞあらそうですか、うん、珍しいです、ね、多分本当だから。ああなるほどね、うん、っていう踏切じゃねえよそうで、どうもその踏切の近くに神社があるらしいんです、ね、雷電神社っていうところらしいんですけど、うん、そこがもしかしたら関係してるんじゃないかっていうふうに言われてるんですね、うん、だからその踏切と神社のセットみたいな、ある意味久々に新作ですね、はい、そうですね新スポット心霊スポットだけ、なるほど、うるせえよバカで今から行くんですけど、はい、もう間もなくですね、もう間もなくと言ってもですね、あと5分ぐらいで着きます。はい、そろそろ、うん、新しいところもどんどん行かなきゃいけないんで、そうですね、うん、まあ、ね、いつまでも埼玉周りしてるのもしょうがないですかね、多分有料でちょっといろいろ問題提起させてもらおうと思ってますけど、ほうほう、引っ越したいんだよね、引っ越し、うん、ああ、書場をね、書場を、なんかいいアイデアないですかね、なんかね、本当に。YouTube で有料でやられたらどうですかっていうのは、まあ、たまに言ってますけど、できるんですか、YouTube、できると思いますよ、うん、多分ピッとこうチェック入れるだけで多分いける。ああそう、じゃあ外人とかも見るわけ。外人とかも見ますね。おう、ガッチュリーズってねえ、ガチって言うの、ガチガチって、なんかニュアンスが違うんだよねガチハチ公じゃねえんだからさ、ハチガチ、えケビンコスナーでしたっけ、違う違う、あれだっけ、出てこねえじゃねえかよあれ誰だっけな、ロジャームーア、違う、ロジャームーアじゃねえよ、ゼロゼロムーアじゃねえ、デミームーアじゃなくて、ああ違うよ、顔は出てんだけどな誰だっけ、誰でしたっけ、あれなんでこう、なんで出てこないんだろう、あれ、ああ気持ち悪い、ハチは、ハチ今あっち系の顔ですよね、そうですそうです、ちょっとイケメンじゃないですか、もう顔は出てきたんだけど、ね、あれでやってみて、シャルウィーダンスって言って出てる、シャルウィーダンス、そう、そこまで出てるんですよね、そうそう、アメリカ版シャルウィーダンス、アメリカ、
チャードギア。リチャードギアね。なんでリチャードギアが出てこないんだろう、ね。こうしないと出てこないんだって話です。リチャードギアですよ。ね、はい、リチャードギアでございました。どっか右だろう。そうです、右です。もうちょっと行った先です。わ、まあそうなの。こっちだよな。こっちです、ね。俺のアンテナが今ビンビン来てんだけど。あのまさに方角的には今超えたよね今。今超えました。信号右ですかね。あ、そう。はい。これ多分どこ曲がったって俺つく自信あるな。本当ですか。今日はちょっと危ないかもね。はい。で、ドンツキが無線路なんで、それを右です。どっか止めないとダメなの。そうですね。ところがあれば、あ、じゃあここ止める？止めましょうか。もう歩いていけるでしょ。歩いてきます。多分神社のそこら辺は止めるとこないと思う。はい、ないですね。あ、本当。うん、今日ビンビン来てんじゃん俺。どこ止めればいいんだろう。まあこのどっかでしょうな。月決めじゃないのこれ？あ、どうなんだ。24時間500円って書いてますよ。あ、本当。東京と大違いですね。どうやってお金払うんだ。あれそこになんかあれあるんじゃないですか。はい、じゃあ OK、はい、じゃあ行きましょう。参りましょう。はい、よし。お腹空きすぎた。あら、あ、これはまた違う道です。ナンバーですか。ナンバープレート。いいよ。ナンバーどこに書いてる。番号書いてるんですかこれ。書いてないですよね。嫌な予感がする。開かない。大丈夫ですか。もう二つだけだった。よいしょ。あ、あった。これはどうだ。あ、よかった。よかった。
どうされました？どうされました？はい。はい、じゃあ。はい、参りましょうか。領収書も払ったことない。どうしよう。お金も払ったことない。はい、さて、行きましょう。行きましょうか。次回。こっちですね。ビンビン来てんの。ほう。電車が通るみたいですね。まあ高崎線なんで通るっちゃ通るんですか。間隔結構短いですね。え、結構間隔が短いですね。そうか、うろついちゃってるけど大丈夫なの？近づいてはいますね。しれーっとこっち来ちゃったけど、うん、あ、これだとちょっとあれか、ドンつきになっちゃう。これだとちょっと戻っちゃう感じですかね。これ見えないか、見えないか。本当に住宅街。そうですね、結構閑静な住宅街ですけど。爪の角を左ですね。結構いいお家が多いですよ、この辺。なんか今日嫌だな。珍しいですね。大丈夫ですか。後ろの人がゴールデンウィーク休暇でいないんだよね。あ、そんなのもあるんですか。ないと思うけど。まあそんなことありえないんだけど、いないんですよ。はい、昨日から。お、帰省されてます。だからね、うん、信じてもらえないかもしれないけど、はい、いないとき、バンバン、なんかにぶつかるんですよ、俺。はははは。こけかけたり、はい、ガツンとなんかに当たったりとか、はい、物がなくなったりとか、はい、それはあんまりよろしくないんじゃないですか。うん、だからもう、はい、なんていうのかな、ケンシロウっていうかケツ持ちがいないってなったら、はい、もううわって一斉に襲いかかられてる。ああ、なるほどね。
で最新の注意を払って行かないと。確かに僕もさっきから背中がゾク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 してる。何線？高崎線？高崎線。うん。本当に何ていうか、うん、住宅街。そうですね。それを左ですかね。これを左。あれか。これですね。うん、これこれ。まさしく。アップにした方が見やすいの。あの近づきたくないから。はい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 。ああそう。なるほど、ね。別にどの子のっていう事故っていうのはないでしょう。ああなるほど。そういう事実は。でも違うんだよね。うん、ほうほうほう。から先は有料でございます。後半もお待ちしています。